あれの時にちょっとみんなに報告があってんけどさ、タイミングを逃してしまった。ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル始まるよ。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。はい、どうも。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。さあ、今回はですね、何も知らない芸人の後輩に、俺、結婚すんねん。といきなり言い出すと、どんなリアクションをするのか。さらに、その相手が、芸能人の方で、誰かって。指原莉乃さんやね。って言ったら、どんな反応するのか。このリアルな、今もう後輩が入ってきますね。では、その後輩の反応を見てみたいと思います。ハギちゃんチャンネル。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ。ごめんね、急に。はい。あ、はい。あ、大丈夫です。どうされました？いや、ちょっと普通にさっきのタイミングでもな、ちょっと言わなあかんなと思ってたことがあって。はい。さっき撮ってたやんか、ボーイレスクバタフライ東京の YouTube チャンネルのやつ。はい。あれの時にちょっとみんなに報告があってんけどさ、タイミングを逃してしまってさ。もう時間。ああ。そうそう。確かに。なんかほんま土壌だけじゃなくてみんなにも言いたかってんけど。はい。そう。え、今聞かない方がいいですか聞いた方がいいですか今大丈夫ですか。いや、もう、言おうかなって。あ、はい、お願いします。すいません。別に大したことじゃないねんけど。はい。なんか最近すごい YouTuber の人もだいたい歌舞伎さんと浜田翔子さんとか猫、ね、はい、結婚されたりとか。あ、はい。ね、いろいろあるやんか。はい。いや、俺も結婚すんねんな。ええー、ね、言うてなくて、タイミングがちょっとなくて。すごい、おめでとうございます。ありがとう。すごい、おめでとうございます。普通に言うてなかったから。はい。なんかさっきのタイミングでいつ言おうかなと思ってたけど、なんか企画動画撮ったやんか。確かに。すいません、ちょっと。いや、なんかどのタイミングで俺も、言おうかなって全然迷ってたし。はい。はい。で、まあ何人かもう知ってんのよ。あ、そうなんですか。そう、何人かに言ってて、仲いい何人かに言ってて、あとはもうさっきのメンバーとか、いろんな人たちには言おうと思って、タイミングを見てるとこやねんけど。まあ、おめでとうございます。時間も上げて、7月ぐらいからちょっといろんな人には言っていこうかなって。はい。すごい。ありがとうございます。言ってくれて。嬉しい。いやいや、全然。でもそれがちょっとあれなのよ。うん。まあ、ネットニュースには載るかなっていう感じがするんだよね。マジっすか？うん。すごっ。さすがです。その別に、なんて言ったらいいんやろ。俺が別に有名やからとかじゃなくて、多分。お相手がって。そう。すごい。おそらく載ってしまう、おそらくというか多分絶対載ってしまう方なので。はい。だから早めにみんなには言うとこうかな。なるほど。え、聞いちゃまずいですか今、どなたか。いや、別に全然大丈夫やけど、言わへん。絶対言わへん。あ、いや、絶対言わないです。本当誰にも言わないです。絶対言うやろ。でも、芸人なんかみんな口軽いねんからさ。いや、僕本当に誰も、本当に連絡取ってなくて。本当、バタフライ東京のメンバーだけしかこういう風にやってないんです。あ、ほんま。はい。え、ヒントとかで出す方がいいか。あ、はい。そっちの方が。なんて言ったんやろ。まあ、でもテレビはめっちゃ出てはる。あ、ええー。すごいっすね。なるほど。最近つか、結構。最近。若手も普通に出てると思う。はい、出てると思うっていうか出てはるね。手島優さん。手島優さん。まあ、手島優さんそんな出てはる？結構出てるイメージは、デジバって。元アイドル。元アイドル系ですか？吉本と関係ありますか？あるっちゃあるしないっちゃないっていう感じじゃん。例えば吉本坂の。ああ、そうじゃない。NMB とか。そうじゃない。うん？なんて？ NMB とか。ああ、遠からず近からず。遠からず近からず。すごい。じゃあ、だからそこの
ってことですよね。AKB。AKB。うん。AKB だ。すごい。すごいっすね。よか、乃木坂 AKB。ま、じゃあもう言うわ。はい。指原莉乃さん。ちょっと共通の知人を介して紹介していただいて。マジっすか？そうなんよ。やば絶対ニュースになるから。いや、これはすごいですね。そうやね。これはやばい。だからもうバレるし、早めのタイミングで言っとこうと思って。これは、これ。めっちゃ笑ってる。これはやばい。そう。やばい。やばいっすよ。ちょっと。結構すぐ。いや、これはもう言えないです、絶対ダメ。結構すぐの。絶対ダメ。結婚で。別に出会ってからまだ2ヶ月ぐらいかな。うん、2ヶ月。なんで？なんかめちゃくちゃ話があって、なんかすごい、1回目会った時めっちゃ盛り上がって、はい、また今度みんなで遊びましょうみたいな感じやってんけど、はい。あの、2人で、いや別に2人ででも全然大丈夫ですよ、みたいな。いえ、そんなん。バレるでしょうっていうか、取られたりしたらまずいでしょうみたいなこと言ってたけど、全然全然ご飯とか大丈夫ですよって何回か行って、で、まあもうなんか結構好きやったし、もともとタイプやったし、思い切ってアタック、真面目なアタックをしてみようと思って、はい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 。ちょっと結婚前提にお付き合い。すごすぎ、すごすぎるたらーっていう感じ。これはちょっと言えないです、本当に。ちょっとまだほんまに何人かにしか言ってへんから。あ、もう絶対にもう本当にこれは絶対言わないです、本当に。頼むわ。いやもうこれすごいっすね。2ヶ月ってやばいっすね。2ヶ月ぐらいやったな。うわぁ。うわ、自粛期間中にですか？自粛期間中に。自粛期間中に。うわ、もうす、うわぁ。かっけぇ絶対言わんといてな。いや、絶対言わないです、本当に。うん。わかりました。あ、あれ？あと。言ってくれてありがとうございます。はい。いや、気づくやろ。おい！気づくやろ、こんなもん。なんやねん。いや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 。てってれーどころもさらに。途中から俺がはずなってきたわ。するか、そんなもん。何やねん、逆に。ハギちゃんチャンネルかよ、これ。おい！いや、わかるやん。いやいや、わかん。いや、ほんまに結ったら、結婚は、まあ、別にあり得るやん。いや、あります、あります、あります。だから、おおと思って。いや、もうその後、信じるわけないやんと思って、俺、途中で笑いそうになってたんだよ。いや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 、ハギさんだったら、あり得ますよ、だって、可能性的に。いや、あり得るか。いや、マジで。マジであると思って。へぇと思って。じゃあもう思ってたより飲み込み早すぎてさ、いろんな嘘つこうかなって考えてたんけど、うん、なんかもうトントン拍子に行きすぎて、もう恥ずかしなってきてもうて。いや、だから絶対、でも、いや、なんか僕もなんか最初はなんか、うん、あれ、なんか、なんで俺だけなんだろうみたいな、思ったんですけど、うんうん、でもなんか、もうとりあえず、指原さんって聞いたときに、あ、もう、あ、これは確かに、内密っていうか早く言いたいわみたいな気持ちになって、でも本人だったら言わなきゃまずいわと思って。嬉しがりやから。だからもう俺しかいなくても、俺だけでもいいわ、やる、うーわ、みたいな。結婚するわけないよ。結婚するわけないやろ。できるか、さしてもいただけるか、そんなもん。いやいやいや。今だったらマジでワンチャンありますもんだって、正直。マジで、本当に。夢あるな。あいつはね、やっぱ、その周りの、その、ね、その知り合いだったりとか、その力、コミュ力とかあったら、なんか本当にありそうだから。マジで。あんじゃ、ほん、あんだよー。ごめんごめん。ちょっと、ちょっともう、もう、あぎちゃんチャンネル。いやハギチャンネルでええやん。